モーターランド2全日本スーパーバイク総集編 OK。 2年目のシーズンを迎えた全日本スーパーバイク。シーズンオフのストーブリーグをにぎわせたのは川崎ファクトリーだった。エースの北川圭一に加えて94年 GP250 ランキング3位の藤原克明がスーパーバイクにスイッチと同時にワークス入り、さらには柳川明が鈴木から電撃移籍と大きくその体制は変化した。柳川の川崎移籍に伴い加賀山幸雄が鈴木のエースとしての重責を担うことに。ヤマハは永井康友のワールド参戦によってスーパーバイク初代チャンピオンの吉川渉と藤原紀彦の2大体制となるが、シーズンオフのテスト不足は開幕に不安を残す。スーパーバイク初年度に最多の6勝を挙げながらランキング2位となった青木拓磨はホンダワークス入り、竹石真也との2大体制となる。 RC4号はさらにパワーアップ、トップスピードで他を圧倒する。ウェットコンディションとなった開幕戦すぐ、第1レースではスーパーバイク初レースの藤原克明がホールショットを奪い、両青木北川がこれに続く。開幕早々のウェットレースは上位陣を次々と転倒に追い込んでいく。そんな中、ウェット路面でタイヤとサスペンションのベストマッチを見せる青木拓磨は早々とトップに立つ。そのまま後続との差を広げていく。その後方では竹石、柳川、北川の3台が2位争いを展開。青木拓磨は幸先よく1勝目、竹石が2位となり、ホンダの2台がウェットコンディションでの優位性を見せつける。また川崎移籍後初レースの柳川は3位、93年の第8戦富士以来の表彰台となった。続く第2レースでは1人のスーパーバイクルーキーがその存在を強烈にアピールする。第1レースに続いてホールショットを奪った川崎の藤原克明は終始後続に5秒から6秒のアドバンテージをキープ。そのままスーパーバイクでの初優勝を達成する。開幕っていうこともあって、周りが僕ノーマークしてた部分もねほとんどあると思うし、その意表をつかれてねいきなりやってきたんで、多分まだ周りもそれに追いついてなかったと思うし、まだ震災の影響でまだいろいろ出来上がってない部分もあったと思うんでね、それに対して川崎が、まあ、ちょっと進んでたっていうだけでね。スーパーバイクに乗り始めてわずか3ヶ月で表彰台の頂点に立った藤原克明。95年の全日本スーパーバイクは明らかに前年とは異なる勢力図が描き出されようとしていた。第2戦筑波では藤原克明がスーパーバイク初のポールポジションを獲得、川崎 ZXR とのベストマッチを見せつける。レースは35周の長丁場、後半各マシンがタイヤの消耗でペースダウンを強いられる中、ヤマハ勢が強さを見せる。筑波を得意とする藤原紀彦は青木拓磨をかわしトップに浮上、序盤に出遅れたチャンピオン吉川も得意の追い上げを見せる。レースも残り3周を切った33周目、吉川は青木をかわし2位。これでヤマハのワンツーフォーメーションとなる。2台のヤマハを追う青木は自らのミスで藤原克明にも先行を許し4位に後退する。藤原紀彦は全日本通算22勝目、吉川が2位となり、ヤマハ YZF のワンツーフィニッシュ。ポールポジションからスタートした藤原克明は3位となった。周りも同じようにね結構タイヤとか来ててペースがね本当に上がんなかったんでね、僕らの方が有利に働いたかなっていう感じですけどね。第3戦の舞台は屈指のハイスピードコース富士スピードウェイ。吉川はスタート直後のエンジントラブルで早くもリタイア。レース前半は青木竹石のホンダ、北川藤原の川崎、そしてヤマハの藤原紀彦を含む5台がトップグループを形成。目まぐるしくポジションを入れ替え、中盤藤原克明がクラッチトラブルで姿を消すとトップ争いは4台、ヤマハの藤原は徐々に遅れ始める。レース終盤、トップ青木は逃げの体勢、竹石北川の2位争いはさらに加熱する。北川はレースも残り3周を切った18周目に富士のコースレコードをマーク。ホンダのワンツーフィニッシュを阻むべく激しく竹石をプッシュする。
ースをキープした青木拓磨は早くも2勝目、北川の追撃を振り切った竹石が2位となり、シーズン2度目のホンダワントゥーフィニッシュとなった。まだ怪我する前でね、すごく人間とモードもマシンもね、すごく調子良かった時だったかな。あの時はかなりあのレースは自信があったんでね、もう最後の方で逃げられればいいかなっていうぐらいなレース展開だったから。そして第4戦は8体の前哨戦、鈴鹿200キロ、ワールドスーパーバイクから川崎のアンソニー・ゴバート、そして永井康友がスポット参戦。永井はセッティングの決まらない耐久仕様のマシンに苦しんでいた。向こうではフリーとか1時間ぐらいあるんで、ゆっくり危険なことをしないでっていう感じで、自分なりにスローペースでやってるんですけど、まあ、ここは鈴鹿でよく知ってるんで、まあそういう感じでもいけるかなと思ったんですけど、ちょっとマシンがガラッと変わってるんで、ちょっと辛いですね。そして迎えた鈴鹿200キロレース決勝。レース前半は藤原紀彦と北川のトップ争いに吉川、武石、ゴバーと柳川が絡み、激しい接近戦を展開する。しかしレース中盤、トップグループにアクシデントが発生。16周目のヘアピンで北川と武石が接触。このアクシデントで北川は頭部を強打、続く須郷を欠場することになる。そして上位陣は17周目のゴバートを皮切りに次々とピットイン。前後ともタイヤを交換する川崎勢に対し、藤原吉川のヤマハ勢はタイヤ交換なしでコースに復帰する。トップグループから大きく離された青木拓磨もガスチャージのみ、ピット作業での順位の挽回を狙う。ピットインによる順位の混乱が収まると単独トップは吉川、5秒後方では柳川が藤原に肉薄。25周目に藤原の前に出た柳川はトップ吉川を追撃する。タイヤ交換なしの吉川は2分13秒台、前後ともタイヤを交換した柳川は12秒台。レースも残り4周を切った32周目にはその差約3秒となる。しかしチャンピオンの意地を見せる吉川は消耗したタイヤで再び12秒台にペースアップ、追いすがる柳川を突き放す。吉川はようやくシーズン初優勝、終盤激しい追い上げを見せた柳川は惜しくも2位となった。ここで落ち着いて次からレースできます。ちょっとプレッシャーになってたんで、今日はねいい感じでいきました。ちょっとね永井さんが残念だったんですけど、まあちょっといろいろ忙しかったんでね、永井さんの、まあいいところ見せられたんで良かったと思います。永井康友は耐久仕様のマシンに苦しみながら7位。しかしこれが全日本最後のレースとなってしまった。4戦を終えてランキングトップに立つ青木拓磨は事前テストで右足首を骨折、ここに来て大きな痛手を背負ってしまう。本当にブーツも履けなかったんですよね。もうブーツを履く時点でレースするんかいみたいな、本当にレースするんかいって感じのレースだったかな。シーズンは前半の折り返し第5戦スゴ、第1レースはポールポジションからスタートした吉川がトップを快走、竹石がこれを追う展開となる。中盤の追い上げを得意とする吉川はこの時ばかりは序盤からトップを快走する。しかしレース中盤10周目のハイポイントコーナー、吉川はまさかの転倒。これで竹石が単独のトップに浮上する。そして右足の負傷を抱えながら6位を走行していた青木拓磨が馬乗せで転倒。ゼッケン1、2番が瞬く間に姿を消す。後半2位の柳川に3秒のアドバンテージを築いた竹石は念願のスーパーバイク初優勝。2位柳川、3位には藤原克明が入り、欠場した北川の穴を見事に埋めた。竹石の勢いは第2レースでも止まらない。スタートでは藤原克明の先行を許すが、2周目にトップに出た竹石はそのまま後続を引き離す。竹石は第5戦スゴの完全制覇、いよいよ反撃の狼を上げる。青木君が怪我してたり、北川君が欠場してたりで、いつも競り合うライダーがいなかったんで、まあ優勝はしたんですけども、もうちょっと逃げ切らない感じだったんですね。ただその後につなげるためのこう自分の走りっていうんですか、あと車の方向性っていうのが非常にそこでつかめたんで、今後後半戦ねいけるなっていう感じはありましたね。
前半5戦を終えてランキングトップに立ったのはヤマハの藤原紀彦。しかし青木武石のホンダ勢川崎の藤原が僅差で続き、タイトルの行方は全く見えないままシーズンは前半戦を終了。鈴鹿8隊を挟んで約1ヶ月半のインターバルを迎える。